コルキス王国の藩とコルキスはカフカース地方にあった古代グルジアの王国、地域。コルキスはグルジア民族及びそのサブグループの民族的文化的形成において重要な役割を演じた。コルキス王国を初期グルジア国家として見た場合、東、グルジアでのイベリア王国統一以降の中世のグルジアの国家性の発展に重大な貢献を果たした。ギリシア神話の中では アイエーテスやメデエアの母国にして、アルゴナウタイの目的地で、また、アマゾン族のいた土地もここだろうと言われている。この古代の地域の場所については、現在のグルジア西部とされ、具体的には、サメグレロ、イメレティ、グリア、アジャリア、スバネティ、ラッチャ、アブハジュア各地方、および、トルコのリゼ県とト,トラブゾーンアルトビン県の一部と言われている。コルキス人については、 青銅期時代中期にはすでにカフカースに定住していたものと思われるコルキス王国は紀元前6世紀から紀元前1世紀にかけて存在した最初のグルジア国家のことを指す。しかしそれ以前の紀元前13世紀にもう一つのグルジア民族の統一が国会沿岸においてなされ、それを行ったのが西グルジアのコルキス王国だった。 古代ギリシアローマの多くの著作家たちによると、その地域の境界は次のようになる。北はカフカース山脈で、山脈の向こうにはサルマタインがいた。東はイベリア王国とモンテスモスカサイ。南はアルメニア。南西部はポントス王国。西は黒海のコラクス川からそう遠くないところ。著者たちにいくらかの異があるのは東の境界である。それゆえにストラボンは、 トラブゾンでコルキスが起こったとし、また、プトレマイオスは反対に、ポントス王国をリオに川まで伸ばし、ピツンダをコルキスの最北端の町とした。コルキスの主要な川は、ファシス川で、何人かの学者はこの川が、南の国境線であるとしているが、多くの学者たちは、ファシス川は、カフカースから国海に、コルキスの中央部を南西に貫いて流れていたのでは、ないかと言っている。他には、 アンティーサイツ川があった。アディアノスは他にも多くの川を挙げているが、それらは山の急流よりも小さい川だったようである。それでも重要なものを挙げておくと、チャリース、チャーバスをアコボス、シンゲイムス、トスリース、ヒッパス、アステリヒス、クラスロウスで、そのうちのいくつかはプトレマヨスやダイプリニウスも言及している。主な町にはディオスクリアが国会沿岸にあり、 他に、サラパナ、ファシス、アップサロス、スリウム、アルカイオポリス、マシェリシス、そして伝説上のメディアの記事最多がある。メディアの記事については、カリュアンダのスキュラクスは他の著作家とは矛盾するが、マラだと述べている。コルキスという名前を最初に表したのは、アイスキュロスとピンダロスである。その前の作家たちは、神話の王アイエーテースの住む場所をアエアと言っているだけだった。 コルヒダという表記も特にギリシャ神は関連では用いられる。この地域は十分な発達を遂げた青銅器文明の中心地であった。その文明はコルキス文明として知られ、青銅器時代中期にかけて出現した隣接するコバン文明と関係があった。少なくともコルキスの一部では都市化のプロセスは古代ギリシャの植民以前、紀元前2000年の終わり頃までには、 十分に進んでいたように見られる。青銅器時代後期のコルキス人は、ヨーロッパでその技術が習得されるずっと以前に、金属の精錬と鋳造をはじめ、その専門技術の発達ぶりが確認できる。洗練された農具も作られた。過ごしやすい風土に恵まれた、肥沃でよく考えされた定地が、進歩的な農耕技術の成長を促進したのである。コルキスには、主に国会沿岸に、 それぞれ関係はあるものの別個の部族が定住した。具体的には、モコロンズ、ヘニオチ、ザイドリキー、ラジー、チバレニ、マシニーッシュ、マクロンズ、モスキー、マー、アプシリー、サニガエ、コーキシー、コライメランクレニー、グローニ、そしてソアニ属である。これらの部族は、言語的にも、外見上も、周辺諸国とは異なっていて、古代人はこの現象を説明するのに、 様々な理屈を考えた。ヘロドトスは、エジプト人やエチオピア人と同様、彼らは、最初に活稽を実施した人々であると述べた。ヘロドトスはまた、スキタイトトラキアを征服したファラオセソーストリスの、軍隊の残存者から生じたとも信じていて、彼らをエジプト人だとみなしており、シケリアのディオドロスも、類似の伝説を伝えている。このセソーストリスは、セムセレト三世とか、 ラムセス2世ではないかと考えられている。一方、ロドスのアポローニオスは、コルキスのエジプト人は、先祖伝来の家宝として、相当の送信具と一緒に、海や交通路を描いた多くの木製の写字盤を保存していたと言った。この意見は古代人に広く受け入れられることはなかったが、近代の著作家の何人かが、完璧とは言わないにせよ弁護したこともあった。国会地方に、 国色人種がいたようで、もしかしたらその起源は古代の外エジプト遠征までたどることができるかもしれないが、考古学的証拠によって確認されたわけではない。なお、現代の学説では、コルキスの主な部族はラズケーミングレリア人の直系の祖先で、グルジア人並びにアブハジア人の民族的起源で重要な役割を演じたとされている。紀元前13世紀。 この地方に定住した部族の合併が進み、その結果としてコルキス王国が形成された。アルゴノウタイの目的地、メディアの故郷、得意な魔法の領土としてギリシア神話の中で知られたその国力はウラルト人にも蔵ラとして知られていた。近隣国家との戦争が絶えず、紀元前750年代、コルキスはジアウェイ妃の一部を九州合併したが、 紀元前750年、紀元前748年、及び紀元前744年、紀元前742年の戦争で、いくつかの州を、ウラルトゥのサルドリス2世に奪われた。紀元前730年代、紀元前720年代に、かけては、キンメリアとスキ隊の侵略を受け、王国は崩壊し、紀元前6世紀中頃にかけて、アケメネス朝の支配下に入った。 北コルキスに住んでいた部族はペルシアの19番目の州に並行され、その間、彼らは自発的に服従してペルシア宮廷に100人の少女と100人の少年を5年ごとに送った。ペルシア帝国は繁栄した商業と他の地方との広域の経済的商業的つながりを持っていて、その影響がコルキスの社会経済的発展を促進させた。クルジアのバニで発見された女神。 ニケの増発達した経済と良好な地理的自然的条件がミレトスのギリシア人をコルキスに引き付けて紀元前6世紀から紀元前5世紀にかけて彼らはコルキスの沿岸部に交易の拠点としてファシス、ジャイアノス、ディオスクリアといった植民地を建設したギリシア人にとってのコルキスは古代ギリシアのことわざにある 再演の航海の果てにたどり着くギリシア社会が知る最も東の日のいずる場所と考えられた。コルキスはまたアレクサンドロス3世の征服した土地の外側にあった。ファシストディオスクリアは共に少数の商人が加藤政治を敷くギリシア人都市だった。表面上でも全体が同化する以前は後輩地からやってきたコルキス人による騒ぎが時々はあった。 ペルシア帝国の崩壊後、エグリシという名で知られていたコルキスの重要な部分は、紀元前302年頃に生まれたばかりのイベリア王国に併合された。しかしすぐにコルキスはそれから離脱し、長によって統治されるいくつかの小さな公国に分裂した。それらは、ポントス王国のミトリダテス6世に征服されるまで、ある程度の自治を維持していた。ミトリダテス6世は、 紀元前83年にこの地方の反乱を沈めると、息子のミトリダテス・クレストスにコルキスを与えた。しかしこの息子は父親に対して陰謀を企てた容疑で、間もなく処刑された。第3次、ミトリダテス戦争の期間、ミトリダテス6世は別の息子マクヘアーズをコルキス王にしたが、彼が権力を振るったのは短い間だった。紀元前65年に、 ミトリダテス6世がローマに敗北すると、コルキスはクナエウス・ポンペイウスに占領された。ポンペイウスはこの地方の長の一人であったオルサシスを捕虜にし、その代わりにアリスタルコスを王朝の君主とした。ポンペイウスの失脚後、ミトリダテス6世の子ファルナゲス2世がガイウス・ユリウス・カイサルがフトレマイオス長の内紛にかかりきりだったのを幸いに、 カエサルが派遣したグナイウスとミティウスカルイヌスを破ってコルキス、アルメニア、並びにカッパドキアの一部を落としたが、ゼラの戦いでファルナケスはカエサル軍に敗れた。ファルナケス二世の子で後継者でもあるポルモニ1世の支配下、コルキスはポントス王国並びにボスポロス王国の一部であった。ポレモニ1世の死後、 その二番目の妻パイタードリダがポントスと共にコルキスを支配し続けたが、ボスポラス王国は彼女の権力を剥奪した。彼女の息子で後継者のポレモン二世はローマ皇帝ネロによって王位の放棄を説得され、ポントス並びにコルキスはガラティア語にはカッパドキアの属州に組み込まれた。海岸の主要な要塞都市はローマに占領されていたにもかかわらず、ローマの支配は かなり緩かった。69年、アニケトスに率いられたポントスとコルキスの人々は、失敗には終わったが、ローマ帝国に対して反乱を起こした。山間部の部族は、有力な仲間であるスワネティアヘニオチと共に、たびたびコルキスの定地及び沿岸部を侵略した。ローマに対して、名目上の敬意を払うことで、彼らは自分たちの王国を持ち、実地を享受した。一世紀の初めには、 キリスト教が広がり出した。言い伝えによると、聖アンデレ、熱心党のシモン、聖、マタダガコレキスと関係がある。しかし、4世紀までは、ヘレニズム、地元のペーガニズム、ミトラ教が広範囲に広がっていた。130年代までには、北から順に、サニギア、アブハジア、アプスリア、レイジカ、ヘニオチ、マシャロンズといった王国がこの地方を支配していた。 253年、クリミア半島に住んでいた、コート族は、新しい居住地を求めて、コルキスに侵略してきたが、ピツンダのローマ守備隊の助けを得て撃退した。3世紀から4世紀までには、多くの地方の王国並びに、広告は、レイジカの王たちによって征服され、後にこの地方全体は、イーグロシーと呼ばれるようになった。コルキスの統治者についてほとんどわかっていないが、 次のような人物の名が上がっている。ギリシア神話によると、コルキスは英雄世界のミステリアスな外縁部にある伝説的な豊かな土地だった。戦いの神アレースを祀った森の木に、アイエーテースは金曜毛を打ち付けていたが、それはイアーソーンとアルゴナウイによって略奪された。またコルキスは、プロメーテウスが人間に火を与えた罪により、山に鎖で縛られて、 ハゲタカに肝臓をついばまれた場所でもあった。アマゾンもまたコルキスが起源のタイだと言われている。コルキス出身の神話の登場人物には、アイエーテイス、メデア、アプシュルトス、カルキオペー、キルケー、エーリュやパーシパエがいる。ありがとうございます。